ジャニーズ事務所の制約から解放された平野氏、よテレビ界で新たな可能性。ジャニーズ事務所を退所した平野氏用と神宮寺裕太が、金プリの分裂騒動によりテレビから干されるのではないかと心配されている。しかし、現在のジャニーズ事務所は性果害騒動によりパワーを衰えさせ、平野氏用にはテレビ出演の安泰が予想される。 金プリの脱退日である5月22日に平野紫耀と神宮寺ゆ太たがジャニーズ事務所を退所し、残る岸優太も秋頃に退所するとされている。これにより、3人がジャニーズ事務所の圧力で干されるのではないかという心配がファンの間で広がっている。ジャニーズ事務所は過去にも辞めジャニアイドルを干す傾向があり、手越祐也や錦戸木 渋谷スバルなどがテレビや雑誌から締め出された経験がある。しかし、今回の金プリの分裂騒動においては、平野たちがメディアから干される可能性は低いと考えられる。ジャニーズ事務所は現在、性加害騒動により追い込まれており、平野や,や神宮寺が退場後にメディアに出なくなった場合、ファンや週刊誌がジャニーズに圧力をかけることは避けたいだろう。そのため、 ジャニーズは、テレビ局に対して、ジャニーズタレントとの共演は NG という条件を提示することが予想される。ただし、退場後の平野や人流児の活動については、ジャニーズ事務所に確認が必要である。一方で、中井正宏や山下智久など、過去にジャニーズ事務所を退場しながらも、メディアに出続けているタレントも存在する。 彼らは個人事務所やジャニーズ事務所との関係を維持しながら活動を続けており、平野や神宮寺も同様にジャニーズとの関係を保ちながら活動する意向を持っているとされる。平野仕様にとっては、テレビや雑誌から干されずに活躍できることはファンにとっても一安心の要素である。 さらに、平野は20ケラ34歳女性の指示を特に受けており、広告代理店やテレビ局のスタッフも注目している。この人気を活かし、各局は平野を積極的に起用したいと考えている。しかし、ジャニーズ事務所としては在籍タレントに示しがつかないため、平野に対しては異例の措置が取られる可能性もある。ジャニーズ事務所は、 テレビ局に対して平野の起用を制限する一方で、裏で指示を出して彼の活躍をコントロールしようとしていると言われている。平野はこれらの事情を理解しており、当面は個人事務所での活動を予定している。以前であれば、ジャニーズ事務所は直ちにメディアから平野や神宮寺を干していったかもしれない。 しかし、現在のジャニーズ事務所は、聖火街騒動によりパワーを衰えさせており、無理な干し方はできない状況だ。この絶妙なタイミングで、ジャニーズを退場した平野と神宮寺には、大きな可能性が広がっている。平野市要がジャニーズ事務所を離れても、彼のテレビ出演は安泰であり、今後ますます活躍の場が広がることが期待される。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。